にちは、ドクターマッスル畑です。今日はですね、サイドプランクのデメリット、このことについてお話ししたいと思います。体幹トレーニングの有名なこのサイドプランクですね、脇腹を教えるところに、まあ、お腹の筋肉多いですけども、このサイドプランク、いろんなバリエーションがあります。こう動かしたり、アップダウンしたり、このままこういろいろあると思うんですけども、このサイドプランク自体の姿勢を取ることで起こるデメリットが2つあります。まず1つがこちら、背骨が硬くなるということです ね。もう1つ肩の可動域が狭くなる、肩関節が痛めやすかったりするんですけども、この2つがあります。どういうことなんだっていうと、実際にやるとすごく分かりやすいのでやってみましょう。で、皆さんもね、ぜひ本当かよっていう方はやってみたいと思います。まあ、ちょっと今ね、立つと全部画面から離れてしまうので切れてしまうので、ちょっと座ってやっていきたいと思います。まあ、膝立ちもいいです。座ってもあぐらでもいいです。あぐらでもいいですね。私は正座します。このまままずは腕からいきたいと思います。今手を上げてるんですけども、これ皆さんもぜひやってみてください。背筋伸ばしたまま、どっちが上がるかどうか、まあ肩の上げ具合です。で、今からですね、左側だけやって、ので、左側の可動域、左右差と左側自体の可動域、なんとなくいいです。このなんとなくいいです。これ以上いかないわっていうところ、これ腰も反っちゃうんですよ。腰をビヤーンと反りすぎてしないように、なんとなくエンドキープ、最終可動域の、このね、位置を見ていきます。これが一つ。これ把握してください。で、もう一つ。仰向けに言いましょう。で、膝を曲げます。このまま、左右、倒して。この2つ、まあ、できる人は立って T シャツですけど、立って前屈、こちらでも前屈と後ろの反り、こうです。もうちょっとね、可動域をチェックします。この3つ、まあ、ちょっと今日はこの手の上げと、この連点ストレッチっていうのをね、ちょっとやっていきます。もちろん、運動、今やった前屈後屈も、運動後、このサイドプランクの後は、かなり変わってきます。動きがね、可動域が小さくなります。ちょっとね、これ実際にやってみたいと思います。ちょっとじゃあ、20秒止めます。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20秒。今、20秒やっただけです。これでもう一回、上げてみます。こんな感じです。明らかに、左が可動域狭くなります。もう、なんかフィーリングが全然しやすい。ロックされてるというか、全然もうしないように動かない。肩甲骨も動かないし、まあ、腕のね、可動域も低くなったなっていうのは、直感ですね。まあ、明らかに、もう全然違いますよ。2本いってます、ね。これね、皆さんもぜひやってみてください。全然違います。もっと連点ストレッチします。もうこれも可動域が、このエンドフィールですね、可動域が低くなっています。止まっちゃいます。これです。
この2つ、今、まあ、前屈後屈はしてないんですけども、今、肩とひねりのストレッチのビフォーアフター、サイドプランクする前に、する前の下ですね、ちょっと比べてみました。もう明らかですね。で、まあ、これが1つのね、証拠になると思うんですけども、サイドプランクは確かに脇腹、まあ、お尻の横、中臀筋であったりとか、太ももの外側であったりとか、まあ、お腹の筋肉も使うことができます。鍛えることができるんですけども、デメリットとして肩関節、肩甲骨の動き、背骨の動きが相対的に硬くなってしまって動きが悪くなります。なので、まあ、これね、サイドプランクがいけないっていうわけじゃないんですけど、まあ、サイドプランク、スポーツ選手とかもう今からじゃ動きます、試合ですっていう直前でこれをやって試合をするとパフォーマンスは結構落ちますよ。まあ、私自身も実際試しました。で、まあ、自分で動くのももちろん、ね、このサイドプランクした後にボールでダッシュした。でもね、足が上がらないんですよ。手が振れない。片側だけです。片側だけで、うまかよって思ったら、片側だけです。片左側だけやって、右側やらない。で、走ったりとか、キックとか、いろんな投げたりとかしてもらったらいいと思うんですけども、動きが、ね、絶対悪くなります。パフォーマンスも落ちます。ジャンプとかね。なので、まあ、この筋トレ、サイドプランク、まあ、このフロント、フロントブリッジもそうなんですけども、このトレーニングしちゃいけないわけではなくて、確かに脇腹の筋肉だったり、さっき言ったように中臀筋だったり鍛えられるんですけども、まあ、鍛えるイコール可動域が上がるっていうことじゃないですね。なので、まあ、これね、他のトレーニングでもそうなんですけども、これね、すごく盲点です。まあ、トレーナーも意外と、いろいろね、こうコミュニケーション取ってて知らなかったりするトレーナー実はいるんですけど、筋肉を鍛えるイコール可動域が上がる、動けるっていうのはちょっと違います。なんで、まあ、これはね、今日サイドプランクっていうのを例に取ったんですけども、これいろんな実はトレーニングがあって、まあ、サイドプランク自体、まあ、このフロントブリッジもそうですね、フロントブリッジ、フロントの、これですね、これもそうなんですけども、動き自体は阻害されます、硬くなってしまう。確かに筋肉は鍛えられるし、ボディメイク的には一見見た目はキュッと締まってきて、まあいい感じがあるんですけど、動きとして悪くなるので、まあ、日常生活運動とか、まあ、スポーツ、特にスポーツパフォーマンスはすごく分かりやすいです。今みたいに可動域やっただけでも分かると思いますので、まあサイドプランク自体をやるなっていうことではなくて、サイドプランクをやった後は必ず肩甲骨や背骨動かせるような、柔らかくするような、あとは全身連動させるようなトレーニングを必ず入れてほしいです。で、我々、まあ、くびれグループ、くびれ美人のくびれ作いろいろあるんですけども、このくびれグループでは、まあ、このサイドプランクやること自体は NG としてなくて、でも必ずこのサイドプランクとか、まあ、他の種目もあるんですけども、硬く背骨とか肩甲骨とかそういう、まあ、関節可動域が狭くなるようなトレーニングあるんですよ。もう決まってる、ある程度。これはちょっと企業秘密なんで言えないんですけど、まあそういう種目あるので、そういう種目をやった後っていうのは必ず別のトレーニングで柔らかく全身を連動させたりとか、あとはそのね、関節自体を柔らかくするようなトレーニング、まあちょっと私らのグループでは、まあ、BB トレーニングとかっていうのがあるんですけども、そういうトレーニングを入れて神経系を促進させたりとか、筋肉のパフォーマンスを、可動域を含めたでトレーニングをしていきます。で、まあサイドプランク、ね、皆さんにはなんじゃそのビビトリーも教えてよかって思われましたけど、まあ、おすすめは皆さん自分でやられるときはこのサイドプランクやっても OK、 やっても OK なんですけども、その後必ずストレッチはやってください。肩甲骨周り、あとは、まあ、背骨のストレッチ、昨日ご紹介したの、ね、ストレッチの体操とかもやっていただけたら、ちょっとはやっぱ違います。で、まあ、マッサントレーニング気になる方とかは、まあ、BB トレーニングを受けていただくと、ね、このトレーニングよりも、さらに、まあ、筋肉もつくし、可動域も上がるという、両方受け負ったトレーニングがあるので、こういうトレーニングを我々、のところに聞いていただくと受けることもできます。はい。これちょっとね、企業秘密なんで、これ出しちゃうと、まあ、
ちょっとね、まあ、かなり、こっちとしても、簡単に出せないぞっていう、トレーニングなので、また、これは、こちらに来ていただいて、たらと思います。はい。今日は、サイドプランク自体がいけないわけではないということですね。サイドプランク自体がいけないわけではなくて、サイドプランクをやると、背骨、ね、肩周りの、ちゃんと動かすような、ストレッチとか、トレーニングをしてくださいねっていうこと。これだけで終わっちゃうと、体の状態が悪くなります。サイドプランクだけで終わっちゃうと、背骨、ね、あと、肩甲骨の動きが悪くなって、肩が痛く、腰が痛くなってすることもあります。腰痛予防と言われてるんですけども、まあ、腰痛の予防になることもあるし、逆にならないこともあるということですね。なので、背骨のね、動きが、まあ、全体的にバランスよく動かなくなってくるのは確かなので、はい。これは、まあ、いろいろ反発する声も同業者であるかもしれないですけども、実際にやったらわかります。実際に、可動域チェックしたりとか、まあ、前屈でも後屈でもいいです。捻転ストレッチもいいです。今みたいに肩の可動域も顕著に悪くなる。ので、このままで終わってしまってはいけないっていうことは、ね、皆さん、ぜひ覚えておいてください。はい。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。